昇進の伝達式で口上を述べる、大の里、中央イコール25日午前、茨城県阿見町の二所ノ関部屋日本相撲協会は25日、東京、両国国技館で大相撲九州場所、11月10日、初日、福岡国際センターの番付編成会議と臨時理事会を開き、西関脇大の里、24、イコール本名、中村康史明、石川県出身、二所ノ関部屋イコールの大関昇進を満場一致で正式に決めた。決定後に茨城県阿見町の二所ノ関部屋で昇進伝達式を実施。新大関は口上で大関の地位を汚さぬよう唯一無二の力士を目指し相撲道に精進しますと述べた。使者は出羽の海理事元幕内千代木の花と離れ駒審判委員元関脇玉の党。初土俵から所要9場所は羽黒山ともに幕下付け出しの豊山と雅山の12場所を抜いて昭和以降最速。幕下10枚目格付け出しデビューから1年半足らずで、大銀杏は祝えず、極めて異例のちょんまげ姿の大関となった。大の里は秋場所を13勝2敗で2度目の優勝を遂げ、直近3場所合計34勝で、昇進目安とされる33勝を上回った。新大関の誕生は、今年初場所後の琴ノ若、現琴桜以来で、来場所は1横綱3大関となる。八角理事長、元横綱、北斗海の話、力強く、前に出る圧力と馬力のある相撲を見せてくれた。安定感があり立派だった。攻めの姿勢を忘れず、強い気持ちを持って、また一つ上の番付を目指して、今まで以上に、日々の稽古に精進してほしい。